1908年、サンフランシスコ地震の際に、ドイツの地震計で観測された地震波の波形。一番左の緑線より、右側の部分が主要道。主要道とは、地震における中盤の大規模な地震動のこと。地震波の S 波と表面波によって引き起こされる揺れのことである。また、主要道が到達するまでの間は、P 波の実による振動が継続し、 その地震動は初期微動という。地震動は地震波により引き起こされ、地震波は P 波、S 波、表面波から構成されている。P 波、S 波、レイリー波、ラブ波の速度はそれぞれ異なっており、P 波は5から 7km 毎秒、S 波は3から 4km 毎秒である。そのため、観測地点から見ると、地震波はまず P 波から到達し、次いで S 波、ラブ波、 レイリー波の順となる。表面波のうち、レイリー波はよく観測されるが、ラブ波は表層地盤の状態に左右され、ほとんど発生しないこともある。地震動もそれぞれの地震波によって引き起こされるため、まず P 波による揺れ、ついで S 波、ラブ波、レイリー波それぞれによる揺れが起きる。S 波はねじれ波であり、その揺れは P 波によるものより大きい。また、 地震の波形を観測したとき、波形の内主要道が占める部分が大半を占める。そのため、この揺れを主要道と呼称する。S 波や表面波は地震波の周期が比較的長いため、主要道はゆさゆさという大きな揺れであり、人間の体感でも感じ取りやすい。また、建物などを大きく揺らす周期と一致することが多く、主要道の特に強い揺れによって、建物が 破壊的なダメージを受けることがある。ただ、主要道の周期、加速度、振幅などの成分は地震によって多種多様である。また、一つの地震の地震波の波形の中にも様々な周期や加速度があり、その中でも最も卓越するものが、その地震の性質、つまり被害の傾向を決める。規模が大きな地震であっても、例えば主要道の周期が、 やや短周期であれば、家屋の被害が大きくなり、短周期であれば、体感震度が大きい割に計測震度が小さくなる。主要度を構成する S 波と表面波は S 波の方が減衰しやすい。そのため、震源から遠く離れた地点ほど S 波の影響が小さくなる代わりに、表面波の影響が大きくなり、ゆさゆさとした周期の長い揺れになる傾向がある。また、 震源の深さが数キロメートルの直下型地震のように震源が浅い、地震では S 波をしのぐ強い表面波が発生する傾向にある。福岡県西方沖の地震による表面波の電波小村隆2005年3月23日。ありがとうございます。